人間に奉仕するために作られたのだ。わかったわかった、奉仕すりゃいいんだろ、奉仕すりゃ。おいロボコン、あの調子じゃ置いてくれる家庭などあるまい。どこで回路のつなぎを間違えたのやら、まったくとんだはみ出しロボットができてしまった。なになに、人間に奉仕しろだと、バカにするな。こう見えてもオイラはロボット様だ。むしろ奉仕してもらいてくれよ。とは言うものの、奉仕しなきゃいい点数がもらえねえ、いい点数がもらえなきゃハートマークももらえねえ、ハートマークがもらえなきゃ永久のロボットにもなれねえ。今のオイラは ABCDEFG の地球ロボットだもんな。しょうがねえや、こうなりゃどんどん奉仕して点数を稼がなきゃ。さっき逃げ回ったんで、お腹がペコペコ、あー目が回る。ガソリンの匂いだ。いや、明日久しぶりに一家でドライブでもしようと思ってね、ついでにタイでも。へえ、そいつはすげえ。うまそうだ。うまい。あれ、お姉ちゃん。ん？ん？おいおい、なんだお前は。おいらロボコンテンだ、正真正銘のロボットだよ。ロボットがガソリン食ろかよ。おいら10リッターはペロリさ、ごちそうさま。ごちそうさま、お10リッターで鮮度、払ってくれきやがる。本物かよ。これを見ろ。ほほほ。すげえ。すごい。本物のロボットよ。大したもんだ。駆逐ロボットなんてな。パパさん、オイラを使っておくれよ。うんと奉仕するからさ。パパさん。ロボコン、家へ来るの？母
働きたいんだ、頼むよ。お断りだね。いいじゃないか、面白いよ。パパ、連れて帰ろうよ。10リッターずつ食われてみろ。パパのお小遣いは一体どうなる。さあ、乗った乗った。はい、ありがとうございました。はい、どうも。どうぞどうぞ。さようなら。ああ、また奉仕し損ねちまった。さあみんな、もっと押せ。ん、みんな、オイラの100馬力に任せな。みんな車に乗っていいよ。さあ押せ、ロボコン、ロボコン。レパワーだな。ロボコン、しっかりしっかり。ロボコン、ロボコン、頑張れ。よし、ロボコン。人間なんかよりよっぽど役に立つよ。ロボロボロボ、あおっとっと。ロボコンロボコンロボコン。おかえりなさい。ただいま。ただいま。やあ、こんにちは。はっ、はぁー。お掃除、お掃除だ。もう知らない。知らない。だからこの調子だとテスト合格だね。うん、オイラもこの家がすごく気に入っちゃったんだ。いいぞロボコン、頑張れよ。ママに見てもらいましょう。今度こそあのママさんだってっと。破壊中だ。助けて。なんだロボコン、ゴキブリじゃないか。ゴキブリ。はいよ。ギャッギャー。はぁ、はあ、ゴキブリのせいだ。ゴキブリが悪いんだ。言い訳は結構。すぐに出てってもらいます。働きたいんだよ、置いとくれよ。追い出さないでよママ。そうだよママさん。ママ呼ばわりはやめてよ。なんですかロボットのくせに。もうしばらく様子を見たら。そうだよ、ロボコンのせいはこんなもんじゃないんだよ。うんと役に立つって。騙されませんよ。とにかく出てってもらいます。ロボコン、出ていかないで。うん、マココがそう言うなら絶対に出ていかない。僕マココじゃない、マコトだよ。ごめんごめん、マココ。また言った。ではちょっと失礼させていただきます。せっかく友達ができたんだ。出されてたまるか。とはいうものの、どこから入ればいいやら。うわ、ここにはしごがあるでしょ。こっちだよ。これか。ここ。よいしょっと。よいしょ。おっと、やった。おい、あ、ロボンだ。もうちょっと。あ、さあ降りろ。おい、降りるんだ。おい、降りろ。痛い、足が痛いよ。おい、はいはい、足。
ん大丈夫？うん、大丈夫だよ。ロボコンは機械だから大丈夫だよ。だって痛いってさっき言ったわよ。ねえ、ロボコン。そうだよ。痛んかい？うん、ありがとう。親のことはちっとも心配しないんだから、ロボコン追い出そうとするからだよ。あのね、君たちの気持ちはよくわかる。しかしだな、ロボコンを家に置くわけにはどうしてもいかんのだ。今の現状ではだ、わかるね。あのね、パパのサラリーじゃね、親子5人が食べてくのがやっとなのよ。とてもロボコンまでは養っていけないの、わかるでしょ。あのね、ロボコンはテストでもわかる通り、ロボコンは何の役にも立たんのだ。どうしようもないロボットだということだな、わかるね。違うよ。違う？何が違うんだ。ロボコンは昼はダメだけど、夜はすごく役に立つんだ。夜になると役に立つ？ロボコンはね、ロボットだから発電機を持ってんだ。電気よ、明るい電気。まあ、電気代がタダですって。ロボコン君、君、本当に発電できるのかね。こりゃ、えらいことになってきたぞ。ロボコン、ロボコン。少しやりすぎなんだよ、お前は。ほら、今時ただの電気が使えると思う？使わなきゃ損よ。そりゃまあ電気代もバカにならんからな。ロボコン電気が付き合うようだったら置いといてもいいわな、あのロボット。自家用発電機でしたか。電気の使い方が荒いよ、この家は。ロボコン、頑張れ。いつまで頑張れるかしら。うん、今夜発電続けてもらわないと追い出されちまうもんな。うん、ロボコン頑張って。あら、まことまだ眠らなかったの？お腹すいた。まこと、おやすみ。おやすみ。ベッドで食べて。いやーよ。うん、歯もちゃんと磨いてね。はい。あら、あれ、お前、使いすぎだよ。あら、そうかしら。そうだよ、平気よ。もう、ダメだ。これじゃあと5分も持たないぞ。ロボコン、ロボコン、これあげる。パンはダメなんだ。オイラの食事はガソリンなんだ。ガソリンならパパの車にいっぱいあるよ。天気だな。釣りに行くのよ、釣り釣りちゃんと行くの。釣れるかな、釣れるかな。あれ、おかしいな。昨日修理しといたんだがな。あれ、ガソリンがない。この野郎。あれ、マコト、おい、どうしてこんなところで寝てるんだ。おい、おい、マコト。あ、こりゃひどい熱だ。マコト、大丈夫か。おい、どうしてこんなことになっちゃったのかしら。マココが病気になったのはオイラのせいだ。もうダメだ。さようなら。ああ、これは心配いりません。寝てから来た風邪でしょう。一日もすれば元気になりますよ。どうもありがとうございました。はい。
ボコン、ロボコン。やることなすこと失敗ばかり。もうやだよ、おいら。人間に奉仕なんてまっぴら。おお、そうか。ロボ狩り。ロボ狩りは人間の子供を教えるまでに成長した。ロボトン。ロボトンは釘を打つことしかできない。それでも立派に人間社会に役立っている。あ、ロビンちゃん。ロビンはプリマドンナを目指して努力している。みんなが一生懸命努力しているんだ、ロボコン。マコト君は君を探して家を出たまま行方知れずになっている。え、マコトが、それは大変だ。マコト、誠はいたか。いた。いないよ。お前さん、誠見つかりましたか。いや、これもしかしたら誘拐されたかもしんねえな。や、え、誘拐。お金もないのにね。そりゃそんだろうな。や、お前さん、そうですよ。探して。ロボコン、どこへ行ってまったのかな。誠を助けてくれてありがとう。私からもお礼を言いますよ。あ、口どこかしら。取りすぎなんだよ、お前は。早速人命救助で必勝鑑賞を上昇しよう。君は大したロボットだもんだなよ。まあ、その言葉、ガンツ先生に聞かせてあげたいや。ロビンちゃんはいつも可愛いな、ポ。いい点数もらえた、今日。100点間違いなし。とってもいいことしたんだ。よかったわね。
ロボ狩り。はい。この記録カードにお前たちの1週間の全行動が記録されているのだ。うん、100点だ。なかなか立派な点数だ。褒美としてハートマークを与える。どうも。ロボパ。はい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 。5点。はっ、ショックのパワー。さすがロボパ、5点だなんてな。ドリンちゃん。ロボコン。はいはい。0点。え ?0 点?間違いだ。ロボパより悪いのかよ。お前は0点なんだ、ローボコン。インチキだ。採点装置が壊れてるんだ。ガンズのバカ野郎。何か言ったか。あ、ガンズ先生。お前は方々の家に迷惑をかけた。ドアを壊したり皿を割ったり。誠君を助けたのは立派だが、お前の採点は結局プラスマイナスゼロになるのだ。はい。だがお前には何事にもぶつかっていく突撃精神と優しい思いやりがある。努力すれば立派な永久ロボットになれる。その日を楽しみにしているぞ、ロボコン。はい、ガンズ先生。今にきっとオイラ120点取ってみせるよ。ロボコン、お家帰ろうよ。日が暮れちゃうわよ。うん、そうだね。さ、帰ろう。うん、帰ろう帰ろう。頑張ってるかな。今日のロボコンは0点だったけど、みんなはどうかな。おいら名誉挽回しなくちゃ。炊事に洗濯とパパの車の修理と、ダンプに引かれそうになった女の子を助けようと夢中で体当たり。でもなんとなくうまくいかないんだ。次回のおいらダンプより強かった。良い子のみんな、ぜひ応援してくれよな。頼むよ。